こんにちは天板アカデミー堀秀夫です今日はここを間違えると儲かりません。中国仕入れ商品の仕入れ手順というお話です。これ中国商品には限らないんですけど、商品仕入れの時ですね、手順を間違えてしまう方が多いということがあります。まずは、金や時間を使わないで済む方法でスタートすると。これが物販で効率よく儲けるコツです。 例えばですね、えー、機運が良くなる財布、売れるんじゃないかなと思ったとします。でこの時ですね、えー、まずは、えー、カタログ価格で売れるかどうか試してみますで。仕入れは安くても高くてもどっちでもいいです。これね、ここで、えー、安く仕入れようとか、えー、いうことでですね、あれこれ手を尽くしても、えー、売れるかどうかわかんないということがありますのでね、 ネットで卸を軽く調べるとかヤフオクでね、えーまあ、販売してる人いないか通訳をチェックするとかまあそれをその辺の、えー、市場調査的なことでね、えー、ついでに仕入れられる仕入れ先ぐらいから仕入れた方がいいですで売れたらね価格差3倍を狙った安値で,で、まあ、販売先と仕入れ交渉します まあこれはね、売ってるところにね、えー、売りたいんで、それ、あの、3分の1で下ろしてくれませんかと。まあ、大抵の場合、これね、えー、冗談じゃないというような返事が返ってきます。まあ、それはそれでいいんですね、別にね。えー、まあ、要するに安く売らないっていうのを確認するぐらいでいいんで、まあ、それはえ聞いてみると。まあ、聞くのが気まずかったら聞かなくても別にこれは、ここの部分は構わないです。で、同時に中国の代行業者や日本のおろしから仕入れる交渉をします。そして条件の いいところから仕入れますこの部分にね、初めから力を入れて、まあ、なんとかね、えー、代理店を取ろうとしたり、まあ、販売先からね、えー、半額とか、まあ、せめて3割引きで仕入れようとしたり、いろいろ努力をする人もいます。であ,るいはあるいはね、えー、中国のいい代行業者を探して、えー、まあ、その商品をね、えー、まあ、1個だと仕入れられないで、じゃあ10個仕入れちゃうとかね。 下手すると50個仕入れちゃうとか仕入れる方もいますし、まあ、しの交渉を始める人もいますけど、基本的にね、まだいくつ売れるかわかんない状態で、卸しからこう、えー、仕入れる交渉したり、販売先と交渉したり、代、え、行、ー、業者を見つけたりしてもですね、えー、あんまり意味がないです、まあ。あんまり意味がないというか、マイナスの意味があります。な,なぜならそこに時間と労力を使ってしまうんで、えー、売れなかった時に、 えー、こだわってしまうと、ね。また、そこに時間を使ったおかげで、売れる商品を見つけるね、えー、作業は、えー、あまり進まないということになります。まあ、中国商品の場合、仕入れは、ねえー、いくらでもできるんで、えーまあ売れて、売れたのを確認してからね、売れた商品だけ、えー、どこから仕入れようとかいうところを始めた方がいいです。まあ、悪い例ね、今もさっきもさっきちょっと言いましたけど、 はじめにね、えー、仕入れ先を確保すると。ね。まあ、一見正しいようなんですけど、えー、このパこのやり方でやると大抵儲かんないです。なぜなら、限られた時間でね、えー、交渉ができた商品だけ、えー、売ってたらね、なかなか商品数が増えないと。プラス、えー、簡単にね、安く仕入れられるとね。ね、えー、販売先はいいよって言ってくれるとかね、えー、おろすもね、えー、いや、一個からでも OK ですとか。 言ってくれるってことは、まあ、むしろその商品あんま売れねえ可能性が高いですね。で、頑張ってね、ここで労力使って次に売ってみたら売れなかったと。ね あ、売れなかったなってことですぐ次に行ってね、えー、時間かけてどん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 ね、えー、商品を見つけていくんならまだマシなんですけど、大抵ね、えー、仕入れで頑張ったんで、な、ま、ん、あ、とかしてこれ売りたいんですというような話になっちゃったりね、下手するとね、えー、売れない商品をどうやったら売れるかね、改良を始めちゃったりします。これね、売れない商品大体ね、えー、何やったって売れないし儲かないですねで。改良したって売れないものは売れないですし、 仮に改良して売れるようになったとしてもですね、もともと売れる商品を改良して、もっと売るほどは儲からないです。だからね、売れない商品にはこだわらないっていうのが、物販のコツなんで、仕入れとかね、開発に時間をかけるというのは非常に良くないですね。で、売れない商品をどう売るか相談を受けることがあります。まあ、売れない商品をね、売る工夫をしている時間があれば、売れる商品を見つけた方がいいです。 これね、えー、単純に転売だったらね、まだそうですねって見つけてくれるんですけど、まあ、自分がもともとね、えー、思い入れを、ね、込めて開発した商品とかね、家業で扱っている商品だと始末が悪いですよね、えー。始末が悪いっていうか、もう儲かるところにはなかなかならないです。で、どの部分に金や時間かかるのかは、商品や人によってケースバイケースです。ね、お気軽にご相談ください。 まあ今言ったのはね、メーカーも販売先も別に人脈やコネやね強みは何もないと、まあ、ただ商品を見つけてアマゾンでね、売っていくっていう前提なんですけど、まあ、中には、中にはというかね、最近静岡と沖縄でセミナーやったわけなんですけど、その時ね、通常その、それすごい大変なのにそれが簡単にできるってすごいですねというのがあります。例えばね、 小、えー、ロットでもね、えー、作ってくれるメーカーとかね、試作品を作ってくれるメーカーがもともと知り合いだと、まあ、それはすごい強いですよね。えー、それ普通の人できないんで、えー、やろうと思ってもできることじゃないんでね、そこから、えー、入った方がいいですね。さっきの話とは矛盾するように聞,え聞こえますけど、その人にとってはね、えー、試作品を作るとかね、えー そのメーカーから仕入れるっていうのが別に時間も金もかからないという立場なわけですね。もともとの人脈というか付き合いがあるんで。であるいは通常販売先が難しいね商品、それがなんとね、知り合いに売ればまあそういうのならばけそうですと。それすごいですよね。その販売先がすでに見つかってんだったらね、全然怖くないんで、思う存分仕入れに時間とお金を使っても大丈夫です。そういうふうにね。 えー、なかなかね、その強みがある人はね、話を聞いてみて、それすごいことですよって言わないと、あれは言ってもね、そんなにすごいかなっていう感じで気づいてない場合が多いんで、えー、何しろ、えー、何ができるか、どんな知り合いがいるのかね、えー、その辺のことも聞かせていただけると、効率のいいやり方をケースバイケース、人によって変えるやり方でもサポートできますんで、えー、お気軽にご相談ください。何しろ、 まずは時間と金を使わない方法で始めると。で売れる商品を見つけてから、えー、時間と金をかけて交渉していくとかね、値段を落としていくというのが、えー、大前提です、えー。この手順を間違えるとね、えー、試せる商品が極端に減ったりとかね、えー、試す前に資金とか時間が尽きちゃってやんなってやめちゃったり、えー、しますんで、えー、仕入れ商品のね、えー、仕入れ手順、これは間違いないで、えー、作業してください。 以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。